これがソレノイドバルブです。え、何バルブ？ソレノイドバルブ。ソレノイドバルブ、うん、何するもんですか？電気を流すとこう、なんかな、こっちからこっちに向かって空気を吸うようになるんですけど、はい、今遮断しておくんですわ、エンジン。エアコンが入ってないときは遮断しとって、エアコンが入ったらバルブを引いて、負圧をこっちからこっちへこう。そう通る先がこれになるんです。はい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 。で、結構役割としては何をするものなんですか、この2つが。この2つが、エアコンが入ったときに、入った瞬間に、これで負圧がかかって、負圧でこれを引っ張るわけですわ。うん。はいはいはい、はい。そうすると、アクセルペダルが少し開いて、エンジンの回転が上がる。っていうもの、これが壊れていた。壊れていた。はい、で、これは？これは電動ファン。何の電動ファン？コンデンサーの電動ファンです。コンデンサーの。何を冷やしている？コンデンサーを。コンデンサーを冷やしている。うん、コンデンサーとは。コンデンサーとは何？何で車で車の何の役割をしているコンデンサー？エアコンのガスを冷やしている。エアコンのガスを冷やしている。ガスを冷やしている。へー。あ、熱くなるってことですか？熱くなる。圧縮すると熱が出ますが、はいはい。物を圧縮すると熱が出ますので、コンプレッサーで圧縮して、うん、熱くなったのをコンデンサーで冷やして、うん、少し冷やして、それを室内のエバポレーターに送ってやる。何入れた？エバポレーター。ああ、エバポレーター、はいはいはい、はい。あれで送るわけですよ。その送る途中にコンデンサーを設けて、エアコンのガスを冷やす。これが、だから冷やさんかったら？冷やさんかったら、そのままの圧でいくんで、うん、圧が高すぎた場合には、まず、機械的にどっかが、例えば安全弁が飛ぶとか、はいはいはい、それか、まあ、コンプレッサーが止まってる。大体も安全弁が効いて、コンプレッサー止まる、うん、なのでエアコンが汚い。汚い、うん、あんまり汗が高いと今度は何かな、低圧と高圧と、低圧と高圧が高くて温度がすぐ内密になるのかな、気化熱が、気化熱が、要は気化熱で冷えたエアコンですから、はいはい、それが気化しにくくなるんだよ。了解、わかりました。この電動ファンを壊れてたので、これに新しくしたということですね。これで冷えるよ。私たちは、お客様が何に困っており、どうして欲しいのかをきちんと聞き取り、それに見合った対応をしなければなりません。また、修理を終えた後には、問題の原因や結果を、わかりやすく丁寧に説明することを大切にしています。